京のカエルと大阪のカエル。昔、京に古くから住んでいるカエルがいました。大阪にも同じように古くから住んでいるカエルがいました。ある日、京のカエルはふと考えました。大阪に一度行ってみたいの。そこで弁当を持って大阪に向かいました。ちょうど同じ時、大阪のカエルも同じように考えて、京を見ようと出発していました。京と大阪の間には高い山がありました。2匹のカエルは頂上でばったり出会ったのです。おや、これは京のカエルさん。どこへお出かけですか？これは大阪のカエルさん。私は大阪見物に行くとこです。すると大阪のカエルが言いました。大阪なんてつまんないですよ。それより今日は素敵だというじゃありませんか。いやいや、大阪の方が賑やかで楽しいと聞きましたよ。ところで、この山の上からは京や大阪は見えないのですかね。そこへ2匹が相談して、前足を取り合って後ろ足で立ち上がりました。すると京のカエルには見たことがあるような町が見えました。大阪のカエルにも知っているような町が見えました。なんだ、大阪の町も京の町と変わらないな。京のカエルが言うと、大阪のカエルも言いました。京の町も大阪とそっくりだ。だったら行かなくてもいいや。そこで2匹は分かれて、元来た道を返していきました。でもね、2匹のカエルが見たのはよく知っている自分の町だったのです。だってカエルの目は頭の上についているんですからね。おしまい。